ボートレース唐津 G2 唐津モーターボート大賞2日目の最終レースもドリーム戦をお送りいたします。ドリームセカンド第12レース対戦メンバーは1号艇山口の白井英二、2号艇愛知の赤岩義雄、3号艇岡山の吉田拓郎、4号艇滋賀の森田俊介、5号艇福岡の新海渉、6号艇佐賀の上野慎之介です。6艇の並び1、2、3、4、6、5と本番ではなっています。ホームはしっかりと向かい風が吹くコンディションとなっています。1号艇は白井英二、昨年のグランプリチャンピオン、今年は一般戦が主体の中、今年すでに8回の優勝を誇ります。 H コースに入ります。2コースは本体整備を行っての登場です。2号艇の赤岩義雄、3コースには3号艇の吉田拓郎、4コースが4号艇の森田俊介、 SG タイトルホルダーが1コースから4コースを固めていきまして、4号艇の森田が引いて角、本番では5コースになります。6号艇は上野慎之介、地元で悲願のビッグタイトル獲得を目指します。6コースからとなりました5号艇は新海渉、昨年の最多勝そして最多優勝の新海です。ドリームセカンド第12レースはインコースから1番、2番、3番、4番、6番、5番の並びです。スタートしました。6点ほぼ揃っていきました。前提が鋭いスタートから一周一マークに殺到します。まずはインから1号艇の白井が回る、2号艇の赤岩が刺してその内をついて、4号艇の森田、外を待った3号艇の吉田逃げています。先頭は1号艇の白井英二が力強く前へ出ました。スタートは前提正常でした。さあ2番手が早くも注目となっていまして、1周2マークは1号艇白井が回った後、2号艇と3号艇が握り合った内側空いたところを飛び込んで4号艇5号艇と入ってきます。2番手は4号艇の森田が一歩優勢で、そのアウトにまだ並んでいます2号艇の赤岩。さあここは4番と2番2番手接戦です。2周目の1マーク、1号艇の白井がトップで回り、2番手は4号艇の森田が先に回って、2号艇の赤岩が差しハンドルでバック側も、ここは2番手4号艇の森田がリードを奪ってきました。2号艇の赤岩3番手、上位体系1番、4番、2番で2周2マークの旋回です。先頭大きくリードしました1号艇の白井、2番手ターンが4号艇の森田、その内をついてくるか2号艇の赤岩ですが、2番手はキープをしています4号艇の森田。上位体系1番、4番、2番でレースはこれより最終周回です。堂々のイン逃走でした1号艇の白井英二が最終周回1マーク、2番手は4号艇の森田で、3番手には2号艇の赤岩、上位体系は1番、4番、2番です。1、4、2の3連単のオッズは 15.7 倍。後ろは3号艇吉田拓郎、その後方に6号艇上野慎之介と5号艇の新海渉が接戦です。ドリームセカンドを制するのは1号艇の白井英二となりそう。2番手4号艇森田俊介、3番手には2号艇の赤岩義雄で、まもなくゴール。先頭1番が5輪、4番5輪、2番5輪、3番5輪、5番6番の順でゴールインです。